新しいチャプターが始まっていく大会9月29日の「ラ i ジン n 4 8埼玉スーパーアリーナ」について CEO の坂木原信幸はそう表現していた前回の「超ライジン3はイベント史上最大規模の成功メインは平本蓮が朝倉未来を KO する劇的な結末となっただがその後検査自体は陰性だったものの平本に ドーピング疑惑が持ち上がり、大騒動に。また平本に敗れた未来は宣言通り引退を表明している。兄と共に雷陣を牽引してきた朝倉会は UFC と契約しており、現在の雷陣は看板選手の朝倉兄弟を失った形。つまりここで、雷陣を勢いづける新たな流れ、新たなスター候補の登場が求められていたのだ。そんな期待に応えるように、 ライジン48は盛りり上がりを見せたメインはホベルト・サトシ・ソウザがルイスグスタボに勝ちライト級王座防衛海の返上によって空位となったバンタム級の王座決定戦は井上直樹がタフなキム・スー・チョルをレフェリーストップトップ選手たちの戦いが充実する一方で今大会は新鋭の躍進も目立った とりわけ雷神初参戦となる秋元強師のインパクトは凄まじいものだった。中学生時代に雷神での朝倉兄弟を見て MMA を志した18歳。プロデビューから5連勝を飾り、現在は朝倉兄弟率いるジャパントップチームに所属する。朝倉海がセコンドについての大舞台。対戦相手は雷神常連の金太郎だった。キャリアからすると格上の相手だが、 秋元は1ラウンドで慶応勝利を収める。グラウンドに持ち込まれても落ち着いて立ち上がり、左ストレートをクリーンヒットするとパウンド、そして膝の連打。圧巻の勝ちっぷりだ。一旦、未来さん、海さんがいなくなった雷陣を盛り上げるんで、雷陣の新たな主役として名乗りを上げると、認めてもらえるならタイトルマッチがしたいと自信を語った。さらに2階級制覇も狙っているという。 現在のバンタム級は海と同じ。タイトルを獲得すれば、海が巻いたベルトを受け継ぐことになる。その一つ上、フェザー級は未来が開拓してきた。兄弟を模したリングコール時のポーズも含め、秋元は後継者として高かった期待感をさらに高めたと言っていい。競合ひしめくらい人だが、秋元もまた年齢からすれば伸びしろだらけだ。